プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、皆さんおはようございます。おはようなんですかね。今何時ですか。今は、夕方の6時ですね。皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。こんにちは、出会いは奇跡、この番組のパーソナリティを務めさせていただきます、イラストレーターの根本真子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私はですね、レンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、レン君です。はい、はぁ、レンさん、いよいよ始まりました。始まりましたね。はい、出会いは奇跡、いつ終わるんですか。いえ、もう終わっちゃうんですかね。そうですね、ある程度、はい、ですね、長い期間、はい、今日始まったばかりなので、そうですね、はい、させていただいて、はい、皆さんとお楽しみになると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。さよなら。はい、さよなら。もう終わっちゃうんですかね。いや、終わらないですね。それダメですね。はい、はい、はい、じゃあですね、はい、まずちょっとここで自己紹介をしたいと思うんですけれども、うん、レンさんからお願いしていいですか。私の自己紹介ですか。はい、私は鹿児島に生まれて、うんうん、でしたでした。そうです、鹿児島ですよね。鹿児島です、はい、鹿児島ご存知ですか。知ってます、知ってます。九州の今一番下にあるんですけど、昭和43年に生まれました。はい、寒かったですね。12月に生まれて、鹿児島でもやっぱ寒いんですか、ね、寒いですね。覚えてますよ、はあはあ、生まれた時は。生まれた時は覚えてる。あ、覚えてます、覚えてます。すごいですね。覚えてます。そうなんですよ、産婦人科で生まれたんですけどね。で、35年ぐらい鹿児島にずっといて、うんうん、大学卒業して、うん、会社勤めしてるんですね、はい、で、その後事業を立ち上げて、うん、会社を、うん、個人事業からスタートして、うん、立ち上げて、うん、今に至ると、うん、もう40手前の時に上京して、はい、東京ですね、はい、いろいろと商売をしてきました。はい、で、今はどういった活動を主にされてるんでしょうか。今はですね、うん、そうですね、大体基本形はウェブ関係のシステム作りをしましたり、あとはいろんな方のアーティストですとか、声優さんになりたいとか、有名になりたいとか、そういう方のプロデュースをやったり、才能を発掘するクリエイターとして、才能発掘クリエイターっていうんですけど、聞いたことあります？いや、初めて聞きましたね。私もですね、聞いたことないですね。なかったですね。もう大体自分の才能といいますか、はい、目覚めたのがもうつい最近なんですけど、この人ひょっとしたら、この仕事よりももっと違う、少し斜め45度から見て少し違う形で、アピールしてはいいんではないかなとか、あるいはちょっと違う要素を取り加えて、やっていったらもっと爆発的なヒットをするんじゃないだろうかとか、そういうことを考えていくうちにですね、いろんな方がなんか有名になっちゃってですね、やってますね。すごいですね。それは楽しいですね。なかなかやっぱり自分のことって、はい、なんか分かっているので、実は自分のことが一番分からないっていうのもありますよね。あ、それは思いますね、うん、私自身自分のことよく分かっているんですけど。で、それでなんか自分がなんていうのかな、好きなことをやりつ、好きでやってるんだけど、なかなかそれでこう花は咲かない、はい、なんか自分のやり方が好きだけどちょっとどうしていいか分からない、やり方がこう分からないっていう人に、なんかそうやってこうアドバイスをしていただけるのはもうすごくやっぱいいですよね。根本真子さん、そうですよね、はい、イラストレーターですよね、はいはい、何年、15年ぐらい前でしたっけ、はい、私もこの根本真子さんとお会いさせていただいて、イラストレーターという、職人さんですよね、はい、どうやって
セールスすればいいのかとか、絵は描けるんだけどどうやってそれを皆さんに認知度を上げたらいいとか、まあそういうところをでしたよね。そうなんですよね。懐かしいですね。懐かしいですね。私も本当レンさんにお会いしていろいろちょっとお話をねしていく中で、あなるほどっていうところがもう本当にたくさんあって、でもう本当に私はイラストを描くことが好きなんですけど、その描くことしかできない、その自分を織り込むためにはどうしたらいいのかっていうのが、その点とかがやっぱりよく分からなかったので、なんかねレンさんとそのお会いしていろいろアドバイスをしていただくことで、なんかもうすごくねおかげさまで、はい、本当はね全部できればいいんですけど ね、 そうですね、セールス企画経理、経営、まあ、おトイレ掃除から何でも分かるんですけどです、ね、やっぱり一人でっていうのは難しいですよね。まあ、で中には本当ね企業の方がいらっしゃって一人で何でもねできる方がいらっしゃいますけど、やっぱそこなかなかね難しい面もあるし、なんかね自分の得意なことを生かしつつそういうふうにアドバイスをしてもらったりなんかお手伝いしてもらうことで、さらになんかね自分のやりたいことがどんどん広がっていくっていうのは本当に素晴らしいですよね。そうですね、やっぱり皆さん気づき、気づかない部分っていうのはお持ちなので、そういうところを覚醒させていったり、アドバイスできる人がいてよかったというふうに、まあ、言われるようになってるので、もうこの才能発掘クリエイターというのは今日は、まあ、たまたま今2022年の今日は1月の何日ですか、この収録の日なんですけど、今日は何日でしたっけ、21? そうですね、ごめんなさい、23だ23日ですね、はい、まあ、私のこの肩書きというのが、まあ、才能発掘クリエイターという言葉、ちょうど今朝思っていたんですけど、夢に出てきたんですよ。どういう肩書きなのかな、なんかプロデューサーだとちょっと違うんですよね、でクリエイターも違うんですよ、でずっと考えてましたら才能発掘クリエイターっていうぼやっとこう私結構あるんですけど夢でですね、いいですね、でそれを肩書きにしてやっていこうと、思いましたね。へえ、はい、素晴らしい。いや、ありがとうございます。はい、なんかね、ぜひぜひ本当なんかいろんな方が本当なんかこういい形でなんか才能を本当ね開花させてもらったらなんかいいなと思います。そうですね。はい。まあ、この今番組を聞いていらっしゃる方 で、どうやったらもう少し売れるのかなとか、どうやったらもう少し自己 PR ができるのかなと、まあ思っていただければですね、こちらまで、あ何もないんですね、ご連絡していただければと思いますので、 FM ギノワの方にですね、そうですね、メールをいただければ、はい、あここにももしかしたらテロップが出てるかもしれないですけど、あそうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ぜひぜひ興味のある方はお問い合わせいただければと思います、はい、はい、ところで今度は根本真子さん、はい、簡単にプロフィールをおっしゃっていただけますか、はい、はい、私はですね福岡県の宗像市出身で、ね、同じ九州つながりで、同じですね、はい、まあ、このラジオもね本当沖縄ということで、そうですね、まあ、今ね全国でラジオとかでも聞けますけど、なんか九州つながりでなんかすごく嬉しいなと思ってるんですけど、いいですね、はい、宗像市出身で、4年前にですね上京してきたんですけども、それまでもずっと宗像の田舎が大好きで、青い空を見ながら一人の時間がとてもですね私好きなんですけど、そこでイラストをちょっと描き続けて、で展示会をしたりとか、はい、地元でですねやってたんですけれども、なかなかちょっとやっぱり限界をちょっと感じてきて、で、まあ、思い切って上京してたんですけれども、はい、そこで教科書にちょっとねイラストが採用されたりとか、はい、あとですね、ここにあります、見えるラジオをご覧になっている方はぜひ見えるラジオもですね見ていただきたいんですけど、はい、ここにある幸せのかくれんぼという絵本を、これ実はですね
レンさんが、そうですね、はい、さくらレンさんなんですけども、これに私の方でイラストを描かせてもらった、はい、これはもう本当にですね、もう私も大好きな絵本の一冊なんですけども、うん、一応物語仕立てにはなってるんですが、うん、ページごとにどのページを開いてもメッセージがちょっと書かれてるんですけれども、うんうん、結構ですね、おかげさまでちょっとAmazonのレビューもたくさん、ですね、上がっていて、皆さんがね、なんか喜んでくれてとても嬉しいです、ね、よかったですね、はい、なんかもう、まあ、ちょっと元気がなかったり、うんうん、ちょっと落ち込んだ時に特に見ていただきたいなと思うんですけど、うんうんうん、まあ何ていうのかな、少しでもそういう方たち の励みになったりだとか、はい、この本がですね、うん、心のお守りになるように、はい、心を込めて書かせていただきました。幸せのかくれんぼっていうタイトルは、はい、幸せのかくれんぼですね、なんか面白いタイトルですよね、はい、面白いですね、はい、はい、この本を私も何回か読ませていただいて、あ、私が作ったんですよ、結構ですね、癒される癒されたいっていう、もう思っていらっしゃる方とかは、うん、もうすごく適している本じゃないかなと、うん、メッセージ性があって、うん、まあ、どちらかというと大人にも刺さると、はい、逆に大人の方が刺さるかもしれない、うん、まあ、すごく深い内容がぎっしりと詰まってますよね、はい、ですね、はい、もちろんですね、小さなお子様も、うんうん、楽しんでもらえると思うんですけれども、うん、主にやっぱり思春期のお子さんだったり、うん、大人の方がですね、うん、はい、この幸せのかくれんぼはちょっと中身を1ページぐらい見せていただきます、うん、はい、どのページにしようかな、これはどっか幸せがかくれんぼというか、はい、そうですね、主人公が一応いらっしゃるんですよね、はい、主人公はこのポポという主人公なんですけども、はい、ポポがポタポタ星という宇宙にある、あ、知ってます、ポタポタ星、はい、ポタポタ星ね、ポタポタ星が爆発して一人地球に落ちてしまうんですね。そこで天使さんがやってきて、いろいろこれは宇宙の声、メッセージが胸に届いて、少しずつ元気を取り戻して、大好きだったタタがちょっと離れ離れになってしまったので、うん、そのタタを探す旅に出るお話になっています。うん、ポタポタ星が大爆発してポポちゃんだけが地球に落ちてしまって、タタちゃんが行方不明になってから探すという内容ですよね、はい、大好きなタタを探す、はい、かわいい名前ですね、ポポちゃんは、ね、そうですね、ポポとタタかわいいですよね、それにはなんか続きがあるんですよね、そうなんです、おかげさまでこの幸せのかくれんぼ2第2弾が出まして、はい、はい、ね、去年の11月に出版したんですけれども、はい、これがいよいよ物語がですね動き出す、お、はい、これもね、レンさんがもちろん、うん、書いた物語なんですけどね、そうですね、はい、私が、まあ、原作といいますか、うん、ある程度物語を出してですね、うん、頭の中に降りてきたものを出して、はい、まあ、もちろん先ほど言ったように夢の中からヒントが来たりするんですけど、それを構成というか、あとイラストと脚本の料理をですね、眞子さんにしていただいたんですけど、そうですね、私がちょっとじっくり、うん、じっくりこの幸せの隠れ家なんですけど、はいすね、私の方でじっくりちょっとお料理させていただきました、うん、タイトルが面白いですね、幸せの隠れ家2は、はい、ね、ゼルノシア王国の謎、うん、面白そうですね。面白そうですね。これはどういうストーリーでしたっけ？ここで言っちゃっていいんですかね。確かゼルノシアの王国に謎があるんですよね。そうなんですね。そのまま、ね。いや、すごいですね。そのまま。いや、これは本当に幸せのかくれんぼ1から2まで、はい、ちょっと待ってください、うん。ゼルノシア王国の謎にエピソード1、はい、ゼファーの襲来、はい。ゼファーってなんか怖そうですね。怖そうですね。ゼファー。ちっちゃい子読んでも大丈夫ですか？大丈夫ですかね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。うん、大丈夫ですね。そこまで怖い物語ではなく、うん、人生のね深い深いところ。おお、来ま
ましたね。善と悪の何かですね。そうそうそう、善と悪とは何だろう、光と闇のお話なんですね。なんか光と闇、なんかスターウォーズっぽい感じもしながらこのポポちゃんがあまりにも可愛すぎるのでびっくりしますね。なんとなんとですね、うん、そしてこのゼルノシエ王国の謎の PV があるんですよね。そうなんですよ、はい、PV と言いますか、もうミニムービーをですね、はい、作りました。はい、はい、それは、ここから見えるかな。そうですね、ホームページで、まあ、ゼルノシエ王国の謎と、はい、まあ、検索していただくか、はい、ここの URL をですね、そうですね、見ていただくか、はい、ということはこれを買わないと見れない。見れない。いや、ホームページで一部見れるようにはなってますね。はい、そうですね、幸せのかくれんぼが、はい、そうですね、Amazon ネモとマゴで検索してくださればいろいろ出てきます。なるほど、はい。ゼルノシア王国の謎なんですけど、うん、声優さん、ナレーション、私が作曲した音楽、そしてそのピアニストを弾いていただいた大野光平さん、まあ、あらゆる方々 の、 集大成で、まあ、私は監督しかやってないんですけどできましたね。できましたね、本当皆さんの協力いただいて素敵な PV が。そうですね、またゆくゆくはね、こういうスタッフたちの対談ができるといいですね、うんうん、このコーナーで。はい、はい、で、この出会いは奇跡のコーナーはゲスト対談ということで、うん、一人一人ですね、素敵なゲストを、ね、うん、招いて、そうです、ね、ちょっと私たちとおしゃべりをしたいなと思いますね、うんうん、世界中からいろんなゲストが、ね、来ることを楽しみにしております。世界中からね、はい、はい、もう一つでちょっと私の方からそうなんですけど、うん、いや実はですね、この根本真子さんすごいんですよ。小学校の 5,6 年生の、まあ、学校がですね、教材というものを、導入してる学校、ね、まあ、してない学校もあるんですけど、はい、その外国語教材の絵本をですね、実は作りまして、これ3年ぐらい前でしたよね。そうですね、はい、もうそんななりますね。なりますね、はい、で、これの原作者が実は私、レンでございまして。そうですね、で、イラストはちょっと違うタッチでさらっと、あ、見えましたね、これも根本真子さんのイラストで、まあ、中にはこれを使って小学生の、まあ、5,6 年生の、まあ、子どもさんがですね、勉強している方もいらっしゃるのではないかなと思っております。で、こちらの方がこれは先生用のジェシーとグービーの指導書ですね。指導書ですね、こういうのをやっています。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、それでですね、で、まあ、ゲスト対談コーナーと、あと私のちょっと、ね、コーナーもちょっと設けさせてもらうんですけども、根本真子コーナーですか。そうですね、根本真子のハートがホッとするホットなコーナーということで、はい、私のイラストだとか一言メッセージだとかですね、うん、ポエムとかをですね、紹介して、うんうん、ちょっと心の休息を皆さんとちょっと5分間ほっと一息できたらなと思っています。なんかほんわかタッチのいい感じのコーナーができそうですね。そうですね、なんかそう、はい、そんなコーナーになればいいなと思います。根本真子コーナーが5分間、はい、そうですね、5分で対談コーナーが5分間、そうです、対談コーナーがだいたい15分間、ね、ああ15分間ですね、すいません、はい、でその残りの5分間が、はい、捨て猫シナモン、捨て猫シナモン、はい、捨て猫シナモンの、はい、レイさんの方からいいですか。タイミングよくですね、その捨て猫シナモンの来ました、ね、そう、主役がですね、もう俺の番だということで、今見えてますかね、見えてないかな、声だけは聞こえてますね。いや、頭がちょっと見えてますか。見えてますね、早く俺に、マイク回せと言ってますけど、すごくグッドタイミング、すごいタイミングですね。ひらがなでシナモンと書きます。で、捨て猫シナモンが、そうですね、もう6年ぐらい前にちょっと私 の、 まあ、体験談といいますか実話なんですけど、最初捨て猫だったんですよ。その捨て猫がすっごくいろんな本当ね、もう映画にもなってもいいぐらいのいろんな体験をしてまして、それをコンテンツにして、はい、毎週月曜日の21時夜の9時からですね、はいはい、約5分
前後、はい、あの今そうですね、今日の時点で第あ、そうそう、そうなんです、32話ですそうですね、やってますので、はい、こちらの方もお楽しみにしていただきたいと思うんですけど、すごく楽しいというか、感動するというかね、そうですね、はい、ぜひあの、ね、このコーナーで紹介していきますけれども、すでに YouTube がね32話もう出来上がっておりますので、うん、ステネコシナモンで検索してぜひその、ね、YouTube も見ていただければなと思います。そうですね、はい、ちなみにステネコシナモン Yahoo ニュースに1回出ました。あ、ね、すごい結構な視聴者数が今からどんどん出ていくと思いますね、で、このステネコシナモンの5分間のコーナーのパーソナリティが、うん、今日はちょっといないんですけど、はい、まあ、この後あの多分出てくると思うんですけど、うん、若いです ね、女性ですごく可愛らしい、はい、はい、女性です、うん、大岡あめちゃんという、うん、珍しい名前ですよね。そうですね、はい、あ、そうなんですよ、あめちゃんとちょっと昨日もね、まあ、いろいろオーディションとかもやっていたんですけど、まあ、彼女がこの捨て猫シナモンのコーナーのパーソナリティを基本的にあの持つことになりますので、楽しみにしていただければと思っています。皆さんこんにちは、捨て猫シナモンのコーナーのパーソナリティを務めさせていただきます、ソングバードコーポレーションの大岡芽衣です。私は合同会社メディオギャラリーの代表としても今までのライブ配信の経験を生かし、チェリッシュというライブ配信事務所を立ち上げてまいります。発信したいことがある人、夢や目標を持つ人、どんな人でもライブ配信から広がる可能性、コンテンツがあります。あなたもぜひその一歩を踏み出してみませんか。知的、素敵、感動的をモットーに皆さんと有意義な時間を共有できればと思います。さて、このコーナーでは現在 YouTube で配信しているショートムービー捨て猫シナモンのお話をご紹介していきます。一匹の捨てられた猫の実話を写真やイラストなどを交え、素敵なピアノの音色とともに毎週月曜日夜9時より感動をお届けしている捨て猫シナモン。動物も私たちと同じように尊い命であるということをお伝えしたい。また人と調和の取れた平和な社会の実現のお手伝いができればという思いでこの作品を制作しています。捨て猫シナモンの YouTube を見るだけで寄付にもつながります。あなたの日常に心がほっこりするひとときをお届けします。ぜひご覧になって癒されてくださいね。実は私、大岡芽衣も声優として出演しています。何話に出ているかぜひ当ててみてください。またこの捨て猫シナモンのコーナーではそれぞれの猫を演じる声優さんや制作の裏話なんかも聞けちゃうかもしれませんよ。それでは皆さんお楽しみに。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ。歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時、笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時、涙の数を
しずくひとつ歩いてゆこうよ、手をつなぎ虹の空に誓うよ、夢を抱きどんな時も信じてる。闇が